はい、石坂渉さんに、はい、3点ほど、お伺いしたいことがあるんですけど、はい、まず1点目が若者の低所得についてなんですけど、うん、はい、実際にその僕が働いてた職場で、まあ、サービス残業が非常に多いということで、朝はもう起きて5時ぐらいで、現場に着くのがもう6時になっていて、で、その、終了時間が遅くて、うん、もう0時過ぎた、深夜の1時とか2時とか、遅くなってしまうことがあって、はい、で、非常にもう劣悪な環境の中、うん、で、まあ、働いた分を申請したところ、はい、まあ、もうちょっと申請した時間を短くしてくれと、うん、まあ、次の月に、うん、繰り越せっていうふうに言われてしまって、うん、で、その時間が、毎月毎月溜まっていく一方で、残業代は支払われないという、苦しい状況で、うん、それについて、まあ、どうお考えなのかというのをちょっとお伺いしたいなと思って、はい。はい。そうですね。でも、まあね、人手が足りなくなっている企業が多い。でも、だから手も儲かっているわけでもないっていう中で、そうした中で、労働者を取った人に長く働かせる。だけど長く働かせることは国の規制もあるから、先の方に後で付けさせるようなことをして、で、また企業との残業でも積極的に入りたくもない状態なので、そういうことがどんどん溜まっていっちゃうのかなっていうところではあるのかなと思うんですね。そうやってやっぱり働いている人のね、メンタルヘルスだとか、体の健康も壊しかねないことなので、やっぱりそこはね、ちゃんと規制をかけるとか、啓発していくってことももちろん必要だけども、やっぱりとかでできることとしては、うん、そこで困ったなって人に、まず相談してもらえるような場所を用意していくってことができるのかなっていうことがありますね。はい、ありました。じゃあ、2点目なんですけど、はい、まあ、正規なら雇用の若者の労働の、うん、はい、まあ不安定、はい、中野区でもアルバイトの、が非常に多いということで、はい、まあ将来に対してもすごい不安なところがあるんですけど、はいはい、それについてもちょっと。そうですよね。やっぱり日本の場合って、雇用の仕組みが正社員が前提に作られていて、で、アルバイト、パート、あと、契約社員だったりとか、うん、そうした方の場合に、やっぱり非正規であるというところの中で、将来が安定しない、安心ができない。で、そのために、じゃ自分で蓄えられるのかっていうと、そこもね、今日は高い職場じゃないので、ためにくい。それはやっぱり課題かなと思ってます。うん、やっぱりそこって、やっぱり正社員になれる社会にしていくか、うん、そうじゃなければ非正規の人も正社員並みに、給料もちゃんと入って、その後も一定の保障が得られる。気にしていかない限り、やっぱりね、働く方が安心して働けないし、うん、で、老後心配になって、みんながお金使うのやめちゃおうとかになると、またそれで世の中、経済も回らなくなっちゃうので、うん、でそこは、今非正規の人が正社員になれるチャンスがいつでもありますよ、っていうふうにするか、あとは非正規だけども将来ちゃんと安心できますよ、っていうのをどっちかやっていかなきゃいけないかな、っていうのは、依然としてあると思うんです。あとは、できることとしては、やっぱり正社員になりたいな、と思った人がいたときに、区内でも正社員募集したいな、って気があったときに、そこをマッチングしていく。そして機会をもっと増やしていくっていうのはできるかなと思ってます。で、実際に今、中野区だと、障害になる方の就職だとか、また高齢者の方と仕事のマッチングとかっていうことは、まだまだ不十分だけど、やり始めてもいるので、そこの範囲をもっと広げていく。例えば若者だったりとか、もう中年に差し掛かった人も含めてやっていくってことが必要なのかなってありますね。ありがとうございます。はい、じゃあ、3点目なんですけど、はい、まあ、実際に僕が職場で会ったことなんですけど、はい、まあ、職場でのハラスメントであったりとか、はい、まあ、上司の不親切な対応についてなんですけど、うん、はい、まあ、なんだろう、結構なんかこう、上司からまあ、結構嫌なこと言われたりとか、うん、はい、まあ言われることに対して、はいとしか言えない。まあ、上司の言われるがままになってしまって、なかなかこう、溜め込むような感じになって潰れちゃうって、だって、なんか、大変自分もなんかこう、傷ついたりとか、結構してしまって、ね、苦しい経験があったんですけど、それについてもちょっとお伺いしたいなと思って。そうですね。やっぱり仕事が、これまで長く働いてる人もキツキツの状態の中で、やっぱり次の人をちゃんと育てていこう。意識を持ちにくかったりだとか、
自分も余裕がないならやってるんだから前も我慢しろみたいな風になっちゃってるってところは、で問題かなって思いますよね。やっぱりいろんな人がゆとりを持って働けるようにしていく、ゆとりを持って人を育てていけるっていうこともやっぱり必要だと思うので、そこは、状況も変えていかなければいけないし、あとはそういった、若い人に対して、昔のちょっと前であれば、職人かたぎで見た覚えろとか、そういうのもあったんでしょうけど、でもね、その頃とは学校の教育も違ってるし、働き方も変わってる。で、働く上で仕事を選ぶときに意識も変わってきてるわけだから、そこは、企業の意識も変えていかなきゃいけないし、その企業で人を育てる人の意識も変えていかなきゃいけない。そのために、やっぱり区の方で、私起業するようなセミナーとか、いろんな中小企業の方向けの、経営者向けのセミナーとかもやってはいるんですけど、まあ、中野区で言えばそういった企業向けのセミナーとかでも、やっぱ人を育てていくってことについて着目したものをもっとやっていくってことも必要だなと思いますね。はい。ただまあ全部共通していることかもしれないんですけど、国と違って区の方で、企業にありなさい、こうしなさいっていうのはなかなか難しいところではあるんだけど、でも、区でできることとしては、区も、一つの、組織なので、区がいろんな契約をするとか、物を買うっていう時に、入札で決めるんですけど、今単に安い企業のいいってだけじゃなくて、総合的に見て、その企業の提案がどういった提案がしているのかとか、その企業がどういった企業なのかっていうのも見るようになってきてるんですね。そうなんですよ。実際にそれで、障害者どれだけ取ってるのかな、たくさん取ってればポイントプラスしますよ、ってことなんかもやってるので、その時にやっぱり企業がワークライフバランス、その社員の生活と、企業の働く時間のバランスだとか、そういったことなんかもしっかりと見て、そこもポイント点数化して、で、区が契約する事業者を選んでいく。ってことなんかももっと工夫はできると思うので、そこはやっぱり自分も議員として提案し続けたいなと思います。はい、ありがとうございました。はい